カタリーナ分からんかった。俺カタリーナに勝ったことないかもしれんな。ちょっと鉄拳のキャラ隊っていう何年ぶりかにやることやってみようかな。モケさんのカタリーナ講座で勉強しよう。どうもプロゲーマーのモケでーす。こんモケモケ遊びモケ遊び、さすがに注目の YouTube チャンネル、モケ遊びモケ遊び、モケのニコ生コミュニティ格ゲーチャーハン。なんなんそれ、意味不明じゃない。モケ山下さん家に行って、山下さんの布団の上でカレーうどん食べていいですかって聞く極悪人やからな。犯罪者バケモン。いいと思ってんのかっていう。いやモケの胆力すごかったな。聞く時点で相当なサイコパスよな。藤村の質問してスマホ見る、時々焼肉行って肉焼かせる。藤村に質問してさ、自分から質問したのに藤村がそれなんとかかんとかじゃないかなって返事してきたら、あへーそうなんすねってスマホ見ながら言うのなかなか熱いよ。自分中心の世界。モケはイグザードで名使いだったことを隠してる。モケなんでこんないじられるキャラになってんのかな。何のせいやな。あそう、あとモケの終わってるエピソード、あのスラムダンクを三能戦の途中で読むのをやめたっていう。これマジでやばいエピソードだと思うねんけどな。三能戦の途中でスラムダンク読むのやめれる、これ一番やばいと思うわ。なんならアクアさんが人間じゃないって言ってたからな。いや三能戦の途中であのスラムダンク読むのやめれんのは、もうあらゆることを途中でやめれんねやろうなって思いますよね。どんだけすごいことをでも途中でやめれるんだろうなって思う。モテ YouTube バズったら格ゲーやめるかもしれんな。ドグラさんまだそんなんやってるんすかとか言いそう。今 YouTube っすよ。コラボしません？コラボ。モケのクソキャラ列で。モケなんでこういうクソムーブ似合うんやろうな。モケさんのペルソナ時代の名前教えてください。神風破壊連鎖猛撃。猛撃はモケと呼ぶ。神風破壊連鎖猛撃。かっこいいたるー。俺が注目してる挨拶、コンモケとおはようグルトやから。劇中。コラボとモケの掛け合わせはどうなん？あ、こ絡んでんの見たことないな。え、てか、あ、ちゃうわ。え？一個上は一個上、一個上。あの、モケが多分トラボの一個上っすね、あれ。てか、なんでいつも二人、職場でそんなだるそうにしてるんです？いつも。職場ってだるそうに、する場所じゃないですか。ラーメン屋の時やばかったっすよ。しかも人足りない分は全部社員が補うみたいな感じやって、休み潰れるし、まあ9時1時とか当たり前やったし、あのねピークの時間帯にピリピリするのがマジでしんどかったっすね。酔っ払った団体客のおっさんに2トンコツヌードルスって言われた時、殺すぞって言いそうになった。いや酔っ払いはほんまに積んでる。酔っ払い最悪マジで。まず酔っ払いのダメなところ、店の状況にもよるけど声がマジででかい、テンションがおかしい。あ、俺酔っ払いのエピソードやったらこの前ありましたよ。あの去年 SFL で僕らあの名古屋であの梅原さんのチーム、ミルダムかと当たった時に、あの梅原さんがあの CPT 予選であのタオルをこうやってラーメン屋の兄ちゃんみたいな感じでタオルやって出てたの覚えてます？みんなそれやゆネタで、まあ、僕ら名古屋全員タオルで登場したんですよ。でその時に終わって、でもタオル取るんめんどかったから、もうそのまま僕外にあの飲み物買いに行ったんですよ、自販機で。事務所の近所ってめっちゃ飲み屋街で、まあもう酔っ払いとか結構いるんですけど、
外出て自販機で飲み物買おうとしたら、全然知らんなんか兄ちゃんに、ちょ長渕とか言われて何こいつってなったもん。かなりうざかった。酔っ払ってたら何言ってもええんかっていう気分にはなったね。いや、酔ってるからは本当に言い訳にしちゃダメやわ。もう僕が飲まないからやけど、結構酔っ払いの被害受けてるから俺も人生で。いや、だから僕酔った梅原さん海外で 2,3 回タクシーに乗せてるから。あ、もう梅原さん分かった分かったっつって、もうタクシー乗せてるから俺。フードが置き去りにした話好きじゃあこの、あ、俺これ配信で言ってないと思うわ。俺これ配信で言ってないと思うねんけど、もう言っていいと思うし、めっちゃおもろいから言うわこれ。あのエボの時、まあ、僕とかフードさんとか梅原さんとかトラボとか、まあ、グッパチのオーナーさんとかガチ君とかかな、確かそこら辺でエボの時飲んでたんですよ。で梅原さん寄ってなんかはぐれたんですよ。あれおらんぞってなって、そうで、フードさんってもう寄った梅原さんが解放しないんですよ、あの人。それ知らんくて、僕がフードさん、梅原さんめっちゃ寄ってるし、さすがに探した方が良くないですかって言ったら、あーもう大丈夫だよ大丈夫、もう大丈夫だからっつって、でもさすがに海外やし、梅原さんにもしものことあったらじゃないですかって言ったら、フードさんが繰り上がりじゃいーとか言ってどっか行ったんですよ。めちゃくちゃ面白かったんけどこれ。繰り上がりじゃいーってどっか行ったからめっちゃ面白かったけど、いや、まあフードさんも寄ってたけど、当然当然フードさんも寄ってたよ。いや、そう、でもね、梅原さん寄った時ってね、フードさん解放しないっぽいんですよね、マジで。梅原さんその後どうなったの？あー、なんか部屋戻って寝てたらしいです、いないと思ったら。あー、だから僕あれっすよ、友達同士の飲み会とかでも僕ハンドルキーパーやることめっちゃ多かったっすからね、絶対飲まんから。やし、水買ってくる係とかも大体やってる多分。まああとハンドルキーパーっていうか、いや俺車やからっていうと、もう絶対飲ませれないから、だからいちいち酒断らんでいいから楽っすけどね。酒飲み代表して言うとくわ、ありがとう。まあまあまあ、別に僕飲みの場は好きやから、飲まへんけど飲みの場は好きやから、全然飲み会とか行くんですけどね。立川と川野がベロンベロンになってもそれやってあげるの。いや、もうやらなしゃあないってなったらやると思いますよ。やらなしゃあないなってなったら、もう別に先輩後輩関係なく僕は解放すると思いますけどね。でもモテやったら、あー、まあ自己責任やな、ハメ外しすぎたなお前って、知らんで俺言うたよな、知らんでって。いや、そう、川野それ全員に言いますからね。俺何々さんが先輩で一番好きっすわって、あいつ世界中の人間に言ってる。川野の中和しっすよ、それ。そのワード、一番酒癖悪いゲーマー。いや、みんなが知ってるようなプロゲーマーやったら別にいないんじゃないかな、酒癖悪い人。別に梅原さんとかもなんか、まあ、酔ったらこんなもんやろって思ってるから、別にそんな取り立ててこの人酒癖悪っとかはないね。下戸の人も結構いるんですかね。ゲーマー基本下戸が多いっすよ。飲めるやつの方が少ないと思う、ゲーマーは。まあ言うて僕がそんな後輩とかも含めていっぱい飲んでるわけじゃないから、なんか酔ったらどうなるとかはなんかまあ知らない人も多いっすね。モテは？いや俺モテ飲んでどうなるかあんま知らんけど。あ、じゃあすいません、レイドします。